今回の生徒はこの人。はい、今回こんな私モーニング娘。ワンファイブの佐藤まさきがトレンドのを学んでいきたいなって思います。よろしくお願いします。モーニング娘。ワンファイブの破天荒キャラ佐藤まさき、そしてトレンドを教えてくれる先生は、こんにちは、スタイリストの石井まなみと言います。今日は一緒にトレンドを学んでいきましょう。よろしくお願いします。おしゃれ大好き女子から大人気のファッション雑誌ジッパーのスタイリスト石井まなみさん、キャリーパミパミや人気モデルアモヤモなどのスタイリングも手掛けるトレンドを知り尽くした方。そんな石井さんが紹介してくれるショップは原宿にあるバブルス。高校生から20代前半の女子を中心に大人気のブランド。スポーツ系やガーリーテイストのアイテムなどを取り揃えるほか、古着も扱う注目のショップ。石井さんのここのお店のおすすめってどれですか？ありますよ。うそー。石井さん御用達のバブルスで早速トレンドを教えてもらうことに。ところが、わー、エスキモー、雪食べますか？キャリーっぽい。おしゃれ、おしゃれ。ほら、一個。自由奔放な佐藤、早くおすすめを教えてもらってください。これは超一押し。これとか衣装っぽい。プリーツスカートって知ってます？わからない。ちょっと名前が多すぎて。プリーツスカートとは波を打つようなひだがあるスカートのこと。ひらひら揺れる裾が可愛らしいこの春おすすめのトレンドアイテム。はい、チョコレート。正解。チョコレートがでかすぎなくていいですよね。あ、そう。これなんていうか知ってます？ここのパ。は？は？違う？は？正解ですね。は？これはラグランスリーブっていう。全然違う。一番違ってなんかって言って、この肩線がこう下がってるデザインなので、ここ腕が細く見えます。ここで石井さんにトレンドコーデをしてもらうことに。イメージとしてはなんかスポーツ、スポーティーな感じに。ということでジッパースタイリスト石井さんがコーディネートしたスポーティー原宿系ガールがこちら。コンセプトはスポーティーな原宿系ガール。胸元の刺繍と袖のラインが印象的なトップスに、去年から流行中のギンガムチェック柄のプリーツスカートでトレンド感あふれるスポーツ系女子を演出。ジッパーのスタイリスト石井さんのトレンドコーディネート、皆さんも挑戦してみては。